からですね、4月からこのスタンプラリーを始めまして、1コースから今、今日最後の5コースまで来たんですけれども、1コースはジャヨミさんとの美活旅ね、2コースは下田さんとの漢方の旅、3コースは勝木先生と薬膳の旅で、4コース梅田先生とまた漢方のお茶旅、そして今日は最後の5コースなんです。本当に時間が経つのが早いです。今日はですね、梅田先生と一緒にテグのあのソンプのウェルネス代表、ウェルネス体験であるボッチャを紹介したいと思います。今日はですね、あの前回に続きましてテグのお茶旅で新しいカフェなどもまた紹介してくださいますようなので、皆様も楽しみにしてくださいね。それに続きましては、日本語通訳ミンミンさんと、ポッチャランのコンガミ先生をつなぎしまして、もう見るだけで癒されるポッチャ、また披露していただきたいと思います。今日は特別にですね、この夏におすすめしたいポッチャを紹介してくださるそうなので、皆さんも一緒に楽しんでください。では、始めさせていただきます。メディカルスさんサポーターズでありながら、東京で活発的に活動されていらっしゃいます、カンボチャセラピスト、梅田恵美子先生をお迎えしたいと思います。梅田先生。はい。皆さんこんばんは。前回の4コースに続きまして、今日の5コース目もまた再びナビゲーターとして担当させていただきます、梅田恵美子と申します。東京で薬膳茶と漢方茶のスクールの方をさせていただいております。まあ、このようなご時世なので、今はオンラインを中心に、活動しております。はい。で、私なんですけれども、テグに、もともと韓国茶の会みたいな感じで8年ぐらい前から、まあ、韓国好きと健康オタクが講じまして、そんな会をしてたんですけれども、皆さんと一緒に材料も買いに行きたいねということで、漢方ツアーみたいなのを始めまして、そこで2016年からテグの方に訪問することになりました。皆さんと一緒にお茶の材料買ったり、まあ、漢方の街ですので、楽しみながら年に2、3回ツアーをして、まあ、現在に至っております。ここ1年半ぐらいは行けてないのが悲しいですね。はい。まあ、そんな感じでテグとのご縁ということで、今回もまた再びナビゲーターさせていただいております。短い時間ですが、よろしくお願いします。はい。で、早速テグのご紹介に入らせていただきたいと思いますけれども、見えてますでしょうか。はい。今日なんですが、5コース目ということで、まあ最初、前回もテグのとかソンクの、紹介簡単にさせていただいたんですが、今日初めてという方もいらっしゃると思うので、また簡単に少し、テグのご紹介してから、カフェの後編ということで、前回カフェ巡りしましたが、また違ったテーマのカフェを3件ほど紹介した後で、こっちゃらん、今日訪問します、花茶の先生のところのご紹介と、少し花茶のご紹介をしてから、先生、現地の先生の方につないでいきたいと思います。で、今日ちょっとスソン池というね、まあ、スソン区にある池なんですけれども、まあ、この周辺のカフェとか、この周辺のことが多いので、最初にトップガンに、スソン池、ね、のどかな様子を持ってきたんですけど、のどかな風景を味わっていただきたくて、この写真選んだんですけど、よく見たら、13番のスワンボードの首がなくて、ちょっとホラーみたいな写真になっちゃって、今イマイチなんですけれども、まあ、のどかな場所でして、本当にお散歩コースにもすごくいいところでしてね、ファミリーだったりカップルだったり、あとこの周りにカフェ の, ストリートがあるので、そのご紹介なんかもしていきたいのと、あとこの池ですけどね、すごく私たち日本人にもゆかりがあるというか、ストーリー性がある池でして、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、1915年に、まあ、テグに移住した岐阜県の水崎凛太郎さんという方が、まあ、農業用の貯水池として完成させた池ということですね。で、行かれた方もいると思うんですが、遺言でお墓を、この子孫池の、ね、見えるところに作ってほしいという遺言があって、まあ、ちょうどこのね、子孫池のこのほとりの少し高台になっているところに実際に水崎凛太郎さんのお墓があります。はい。なので、行かれた方はね、ぜひ、このお墓も見学されるとよろしいのではないかなということで、はい。まあ、この池の周辺の話などを今日していきたいと思います。で、前回もしたので、ちょっとちゃちゃっと済ませたいと思うんですが、まあでも初めての方もいると思うので、テグのご紹介ということで、まあ、ソウルが第一、プサンが二番目ということで、第三の都市ということでテグがあります。まあ、ソウルからだいたい KTX で2時間弱。
釜山までだと KTX、まあ、新幹線みたいな電車ですけども50分前後ということで釜山の方がちょっと近いかなというところで、割と内陸気味のところにあって、地方都市にも高速バスが出ていて比較的移動しやすい、すごく便利な場所かなというのと、前回4のコースでご紹介したんですけれども、漢方の町、歴史ある漢方の町ということで薬霊地のあたりを前回ご紹介しました。薬霊地がありますね、はい、あとはメディシティということで、すごくたくさんの医療機関があって、韓国最高の医療機関も集まっているということですね。医療看護にも力を入れているので、私たちのような外国人が行っても手厚くこう医療を受けられるというようなこともあります。人口が250万人で比較的多いんですが、ちょっと行きますと山があってすごく自然が多いので、リンゴの産地でもあり美人の町でもあるということで、ね、女優さんとかミスコリアのもたくさん出身が多いよという話をしました。はい、で、まあ、ソニエジンとかね紹介してるんですけど、前回なんか 女優さんだけじゃなくて男子も多いよなんていうなんかコメントが、ね、あったということで、今回 BTS もちょっと載せてみました。 V と、シュガーですかがテグの出身だということで、イケメンも多いよという町なのかなというところですね。はい、そしてスソンクです。はい、まあ、今回スソンクのツアーということなので、テグの中でもスソンクについて取り上げていきたいと思うんですけれども、まあ、東南の方に位置してまして、人口は45万人ぐらいということで、結構タワーマンションとかね多いんですよね。はい、でも結構ハイソサイティな感じなのかなというところで、生活水準高めで結構教育とかにも力入れているようなイメージが私にはありますね。はい、でさっきメディシティと言いましたけど、その中でも医療機関が特に集中しているのがスソンクでして、実際私もいろんな医療機関に行きましたけれども、不調とかを、ね、治すとかそういうのにもすごく漢方院があったりとか鼻炎を治すようなお医者さんがあったりとかいろいろあるんですけど、美活も結構楽しめるというかね、充実してるかなと思います。美容皮膚科とか美容針とか、だから医療なんですけども美活に通うのも結構楽しいかなと思います。はい、でテグ美人通訳会のね日本語の通訳の方たちがたくさんいて、すごく手厚くサポートしてくださいますので、私たち日本人でも安心していけるかなというところですね。そして、これも前回もご紹介したんですけど、電車は地下鉄の2号線、緑の2号線と黄色いモノレールですね、がスソンクは走っています。で、前回は2号線の地下鉄のあたりのカフェなんかをご紹介しました。スソンク町とかね、スンちゃんのいるスソンク町もありますのが2号線なんですが、今日はこのスソン池っていうのはこの黄色いモノレールのとこですね、3号線。このあたりのお話をしていきたいと思います。モノレールがね通っていて、ゆっくりとこう移動する姿もすごくね、乗ってみるのも楽しいですね。はい。で、スソンクのさっきスソン池のお話をしましたが、この池の周辺すごくおしゃれなカフェがいっぱいあるということで、前回の前編の時にもね、最初ご紹介したんですけど、私はまあ仕事柄結構いろんなお茶を勉強のために飲みに行くんですが、でまあそれと皆さんとまたお連れしてツアーで行くのにも下見みたいな感じで結構カフェあちこち巡るんですが、まあそれをちょっと置いといてもコーヒーとかスイーツが好きなので、いろんなカフェを結構あちこち巡るのが趣味でして、このスソンクのね、スソン池の周りのカフェもすごく充実しているので結構あちこち行ったんですね。とはいえもうその行ったっていう記憶が1年半前なので情報が古くなってます。ですから今回も現地のスンちゃんとか住んでる方たちに新しいカフェとか今こんなカフェが流行ってるよっていうのを聞きまして、写真とかもねご協力いただきながらご紹介していきたいと思います。カフェ通りも本当に私たちが知ってる日本にもあるようなスタバとかそういうチェーン店ももちろんですけれども、結構独特なカフェもあって個性的なねカフェもあって楽しめるかなと思うのと、すごく面積が広いので、私東京に住んでるとよくカフェ難民になってね、どこのカフェにも入れないなんてことがよくあるんですけど、人が多すぎて結構テグは、まあ、混んでても割とどこかカフェに入れる、そんな難民になるようなことはないかなっていう感じでしょうかね。はい、で早速このスソン池の周りにある、カフェとしておすすめのカフェをスンちゃん、観光家のスンちゃんからご紹介いただきました。アートプレックスっていうカフェなんですけれども、これ年末かなんかにクリスマス会みたいなのをね、すんちゃんとミミさんがやった時にすごいこじんまりした会だったんですけど、参加された方もいらっしゃるかなと思うんですが、そこでここでねライブでやってくださいました。
すごくあの面積が広くて、あの裾池の周りに裾ホテルっていうホテルがあるんですけれども、その敷地内にあるすごく面積が広いあのカフェだということなんですが、もともとはギャラリーを併設しているカフェだということですね。ですから、まあ、あのギャラリーのオーナーがやっているカフェだということで、ちょっとホテルっぽいですよね。なんかこうソファーとかがあったりして、こうね、ゴージャスな感じがして、あの池を見ながら、緑も見ながらこう落ち着けるカフェかなと思います。メニューはこんな感じで、やっぱりクロップルが人気メニューだということで、クロップルというのはクロワッサンの生地にをこうワッフルのね、にしたものだということで、あのまだ流行ってるのって聞いたら、ちょっとね去年よりは下がってきたっていうことですけども、あのなんとか行って1回ぐらいは食べたいなって思いますけれどもね、あの、はい、そんな感じです。あ、でもクロップルが人気メニューだということですね。まあ他にもだいたいちょっとそうですね1000円以上しますが、あのプレートなどがあったりとかしますね。メニューはこんな感じです。そしてギャラリーですね。やっぱり奥にギャラリーがありまして、まあここがあの、もともとギャラリーカフェなので、ここがメインかと思うんですけれども、はい。今すごく韓国ではギャラリー流行ってるようですね。ギャラリーとカフェが併設してるのが流行ってるそうで、結構お金のある若者とかが、あの、BTS とかも、あの、みんなお金のある若者は結構あの、電気もかからないので、こういう美術品を買ったりして、あの、在宅じゃないけども、なんかするというのもあるので、こういうカフェが結構流行っているということをすんちゃんから聞きました。はい。なので、こういうカフェもね、結構若者に、人気で、うん、来る人も結構お金持ちの人もいるのかなっていうところですけれども、はい。あの、オーナーは、あの、ちょっと若めの女性がオーナーでされているということで、あの、この美術品などをね、紹介してくれる、あの、室長がイケメンだということで、それもまた、すんちゃん情報で聞きましたので、あの、行かれる機会がね、この先できてきたら、あの、美術品などもぜひ眺めて、室長もね、あの、案内してもらうのも面白いかもしれないですね。はい。で、夜もね、すごくあの、ライトアップされて素敵ですので、まあ、昼行っても夜行っても楽しめるカフェかなと思います。はい。で、次が、木蓮洋華と言いますけど、モンニョンヤンガと言いますね。はい。あの、ここはミンミンさん。あの、これから、あの、通訳で出てきますけれども、日本語通訳のミンミンさんがおすすめのカフェです。はい。あの、すごく、あの、洋菓子の専門店なんですけれども、お菓子がすごく可愛くて、なんか写真撮っても映える感じですよね。そしてね、名前に木蓮というお店の名前がついている通り、ラテアートとかも木蓮になってて、すごく可愛らしいですね。写真撮りたくなっちゃうような感じなんですけれども。はい。内装が割と和モダンな感じといいますか、はい、あの、すごくいい雰囲気ですよね。で、お持ち帰りの焼き菓子なんかもあったりしますね。すごく落ち着いて、そんな広くないですけれども、あの、すごく落ち着いて、あの、お茶できるカフェかなというところですね。はい。で、あ、ちょっと進みすぎちゃった。はい。ま、あの、ケーキなんかもすごく可愛らしくてね、フルーツガーデンなんていう名前のケーキがあったりとか。はい。あの、パフェなんかもちょっと凝ってたりするし、抹茶チーズケーキとかも、モンブランっぽくて美味しそうですよね。こんな感じで、なんか季節ごとに、なんか月ごとに結構変わるみたいですけれども、あの、いつ行ってもちょっと季節、四季折々のなんかこう、フルーツとか、あの、ね、お菓子が楽しめるという、あの、洋菓子専門店ということで、裾野駅からちょっと歩くんですけれども、あの、まあ、最寄り駅がね、あの、裾野池のところにありますので、まあ、駅、あの、池にね、お散歩に行った帰りなんかにも立ち寄れるカフェかなと思います。そして最後が私がおすすめのダヒャンっていうね、あの、発酵茶というかね、なんかこう、酵素みたいな、うん、お茶が専門の、ちょっと体に優しいお茶がいろいろ売って、あの、まあ、伝統茶のお店だったりもするんですけども、カフェということで、あの、まあ、ね、店内のね、内装を見ても、椅子がま、10個ぐらいあるくらいかなっていうね、感じになるんですけども、実は奥に、あの、座敷があって、あの、ツアーで30人ぐらいで訪問した時にも、あの、30人収容できるぐらい、結構、実は、あの、隠れたなんか広い部屋があるというような、うん、普段はね、あの、本当にこじんまりとした、あの、椅子少しの、うん、落ち着いて飲める、お茶を飲めるカフェみたいな感じでしょうかね。で、あの、まあ、酵素カフェなのですごく、あの、お店のオーナーの人も、あの、ここはマニアックなカフェでそんなに人が来ないから、あの、マニアしか来ないのよみたいなことをおっしゃってますけど、すごく素敵なオーナーでして、あの、酵素作りにすごくこう、命を燃やしてるというか、あの、話を聞いててもね、あの、すごいあの、熱意のある方で、山の方にやっぱりいろいろ材料を取りに行ってきて、あの、酵素を作るということで、洞窟でなんかその、あの、酵素を保存してるということで、
ことですけれどもね。で、酵素も売ってたりするんですね。で、どんなメニューがあるかといっても、もちろんあの普通の夏目茶とかおみじゃ茶とか、そういう伝統茶とか、コーヒーも置いてあったりするんですが、あの酵素茶としては、まあ、8000ウォン、800円ぐらいかな、いろいろあって、ここは割とあの普通の山いちごとか、コケモモとか、カリンとか、うん、あと柿か、そういったちょっと実のものなんかのね、あの割と普通の酵素茶のメニューを載せているんですけれども、あの他のところに行くとね、あの私注文したのでは、大箱ですね、草ですけども、その草のなんか酵素のお茶なんかもあって、もう10年ぐらい結構ね、あのずっと寝かせて仕込ませているということで、大箱草なので、なんか草っぽい味がする酵素なのかなと思ったら、ワインみたいな赤くて芳醇なあのお茶でして、すごい飲みやすくて、で飲んだ後は体がポカポカしてきて、あのすごくなんかこう体にいいのかなっていう感じがしましたけれども、そんなちょっとマニアックな酵素をいろいろ置いているカフェでしたね。はい、もちろんあのそんなにマニアックなものじゃなくてもいろいろあるので、ちょっと伝統茶飲みに行きたいななんていう時にもおすすめのカフェです。ダヒャンと言いまして、これもあの、まあ、スソン池というよりはお隣の黄金という駅ですね。ここの方が近いですが、まあ、これも池からも歩けるようなところにありますので、まあ、スソン池近くのカフェということでおすすめしました。他にもですね、この裾池のあたりというのはカフェ多いですし、あと前回4のコースの時に出てきた観光院ですね、あのテオリアンセハニオンも裾池から歩いていけるところにありますし、今日ご紹介する花茶 の, あの先生のところも、黄金という駅から、まあ、歩くと20分ぐらいありますけれども、車とかタクシーで行った方が便利でありますけど、一応歩ける距離にありますので、まあ、このあたりにいろいろ回りたいなという方はちょっとあの宿泊先を確保していくと、こう、ね、楽しめるかなと思います。はい、そして次に、今日訪問しますコッチャランの先生と、その教育員の、ね、お話をちょっとしていきたいと思いますけれども、すごくあのなんかこうご縁があるというか、あの、まあ、去年もオンラインツアーのコッチャランの先生とやらせていただいた時にお話ししているので、その時にご参加の方が聞いたことあるかもしれないんですけれども、あの私の職場のあの韓国人の同僚からもらった花茶がきっかけで出会えたご縁というか、あの、まあ、私がこういうね、ちょっと花、あの、お茶の、あの、ね、日本にこう、広めるというような活動をしているのを知ってた同僚が、なんか国のお母さんから花茶をもらって、それ私にちょっとプレゼントしてもらったんですね。で、その花茶をちょっとひっくり返してみたら、テグ、花茶って書いてあって、あの、よく調べたらスソン区にあるっていうことで、これはちょっと訪問したいなと思って、早速スンちゃんにお願いして訪問してもらって、そしてまあもう、あのね、あのツアーで行くってことが決まったわけですけど、まあ、行く前に一回私一人でちょっと訪問してみたんですけれども、もうたどたどしい韓国語であのなんとかね、こういろいろやり取りしてたんですけど、すごくあの先生の人柄にも本当にあの惹かれまして、あとはそのおもてなしの心とかね、美しい花茶はもちろんなんですけども、まあ私はここで花茶を勉強したいってすごくそこで思ったというね、あのことがありますけれども、はい、まあ、こんな感じでね、あのまたツアーとしてご紹介できるということが大変嬉しく思っております。はい、それでまあこれからあの先生にあのすごい美しい花茶の世界をご紹介いただくんですけども、その前に花茶って何だろうということで、日本にいながらして花茶、あの私たち飲んだりできないのかなっていうことで、身近にある、まあね、花でなんか飲めるかもしれないっていうことでちょっとご紹介します。はい。まあ春、ちょっと今季節違っちゃってるんですけども、木蓮の花茶ですね。はい。木蓮って実はさっきもあのお店の名前でね、木蓮のね、名前が出てきましたけど、テグの、テグ市の花なんですね、木蓮って。で春にこうテグ歩いてると、割と街路樹にバーッとこう木蓮の花、白い花が、ね、あったりして、あのすごくあの木蓮楽しめるんですけれども、だからなんか結構テグ春歩いてると木蓮だなっていうイメージがありますけど、お茶にしてもすごく美味しくてですね、あの花のお茶って結構味薄いイメージがあるんですけれども、あの結構木蓮の花のお茶はあの花の味がバーッとこうね、あのしまして、飲んだこともある方もいらっしゃると思うんですけど、すごくあの個人的には好きな、うん、花茶ですね。なのでまあ春もしちょっと綺麗なところに木蓮の花咲いてたり、お庭に咲いてたりしたら、つぼみを摘んで開いてちょっと乾かしてっていうことをすると、うん、本当に作ろうと思うとあの蒸したりとか干したりとかいろいろあるんですけども、まあ簡単にあの作ってみようという時はそうやって乾かして作ってみ、あの花茶で飲んでみるというのも楽しいかもしれませんね。で一応生薬、あのお薬としても木蓮は使われてまして、あのつぼみのふわふわの部分ですね、綿のような部分っていうの、まだ開く前の部分っていうのは漢方になってまして、真意と言いますね。で、あの、まあ、あの医薬品になるんですけれども、あの結構漢方薬、真意聖杯湯とか言って、
商品名だと畜内院みたいな、ね、畜脳症とかの鼻にちょっとこうある時のなんか漢方薬でよく使われますね。はい、なので鼻がちょっとなっている方とか木蓮の花実はおすすめですね。はい、でまあそんな感じなんですけど、まあ、結構だから薬効があるので、あの販売するとき食用として許可されているのは実は韓国では花びらだけだということですね。はい、これが木蓮の花でして、ちょうど今の季節夏はマリーゴールドが咲いてると思うんですけれども、マリーゴールド茶、韓国で一番人気の花茶だということですね。とても色も元気になる黄色い色でして、またね目にもいいと言われる花茶だということですね。まあ、お庭に咲いてたりするマリーゴールドとかはなんかね、もしかするとこうなんでしょう、あのポットとかで買ってきたのはもしかするとこういや、ね、ちょっと農薬とかあったりするかもしれないので、種でまいて育てたりした方なんかちょっと摘んでみて、それを乾かしてお茶にしてみるのも楽しいかもしれないですね。そして秋ですね。秋は菊の花なんかがあったりします。菊は割とあのそんな作ろうとか思わなくても、あの結構あの中国産とかで売ってたりとかもしますし、あとは食用の菊なんかで乾かして作ってみるのもいいかなと思うんですけれども、うん、結構あのこの首から上の熱症状とかの時、辛い熱症状、頭痛がしたりとかね、あと花粉症とかの鼻の不快感なんかにも良かったりするんですけども、あの一番は目ですね。目のなんかこうちょっと乾燥してこう辛い感じの時とかに菊が良かったりしますね。はい、結構菊の味好きな方多いんじゃないかなと思います。そして冬です。冬はあんまり花が咲かないんですけれども、その中で貴重なあの開花する花として椿の花があるんですけども、なので花茶を作る人たちの中でもすごく椿の花の茶というのは珍重されるというか、愛おしく思いながらこうね、冬少ないですから花が、あの愛おしく思いながら摘んで作る花だということですね。すごい赤い色が出て、あの見た目も綺麗な花茶かなと思います。で私あの薬膳師なので、ついあのいろいろ効能とかのねことが気になって、こういう時にいいんだよっていう話をしちゃうんですけど、あの花茶の先生に言うと、花茶はもともとは効能云々っていうよりはこうヒーリング、見た目のねこの美しさとか香りを楽しむもので、もっと言うと摘んだ時からこう楽しんで自分で作ったりするとあのいいよというものなので、あのそっちの方を重視してくださいということです。はい、まあ、これが花茶のご紹介になって、これからもっと花茶、あの、いろいろ先生から美しい花茶の世界を、あの、ご紹介いただけると思いますので、あの、一旦スンちゃんに戻しまして、あの、花茶の、早速つないで、あの、テグの方につなぎたいと思います。では、スンちゃん、よろしくお願いします。はい、梅田先生、ありがとうございます。それでは、今回は、あの、ポッチャランをつなぎしまして、ポッチャ、あの、ちょっと支援していただきたいと思うんですけれども、皆さん、ポッチャっていうのはですね、実は韓国語でポッと言いまして、お花を意味するんですよ。チャはお茶なんですよね。うん、昔からあの結構記録があるんですよ。韓国、あの、一番最初にポッチャっていう話が出たのが、あの、三国時代のカヤっていう国の時から記録がありまして、あの時は蘭のお花で、あの、お茶を飲んだっていう記録があるんですよね。そして、まあ、朝鮮時代皆さんご存知のホジュンのホギボガンには、あの、椿のお茶とか、あと、あの、菊茶などをあのお薬として飲んだっていう記録があるんですよ。まあ、アジアでは多分一番、発達されたって言いますかね、たくさん飲む国が韓国じゃないかなというふうに思います。それでは読んでみたいと思います。ミンミンさん、委員長。皆さん、こんにちは。ね、여기는대구꽃차랑꽃차체험공간이고요。저는오늘그여러분들하고같이할권광민입니다。家族とか友達とか楽しめばすごくいいと思います。じゃあありがとうございました。スンちゃん読んでみます。スンちゃん。はい、ミミンさん、ゴンガミ先生ありがとうございました。
もう時間がもう2時間ぐらい欲しい。ねえ、本当に。これでスサンクウェルネスツアー第5コース、見るだけで癒される美しい紅茶体験、すべてのコーナーを終了したいと思います。これでですね、5コースだけが終わるんじゃなくて、スタンプラリーも終わるんですよ。スタンプラリー、皆さん、スタンプたくさん集められましたか？今日、皆様お手元に持ってる、スタンプ、5コースのスタンプシールありますよね。それを取って、5コースに貼ってください。じゃあ、こんな風になります。こうなんですね。はい、5コース。で、スタンプを集めた方にはですね、1から5まで全部集めて、出席率も全部クリアしまして、80% の時間までクリアされた方、スソンクのメディカルスソン、名誉広報委員に移植いたします。その出席チェックなどなどはですね、これから私が始めますので、少し時間かかると思うんですけれども、少し待ってくださいね。多分、1ヶ月中くらいかかるかな。一応、インスタの方に告知いたしますので、皆様よろしくお願いします。そしてですね、5つ全部集めてないっていう方でも、大丈夫ですよ、皆さん。3つ以上集められましたら、あるじゃないですか。韓国にテグにいらした時に、スソン区のスソン池、観光案内所でですね、スソン池の近くにある観光案内所でプレゼントを差し上げます。パスポート、スタンプ3つクリアした方、このビーチバッグ、中身は別なんですけれども、このビーチバッグを皆様にプレゼントいたしますので、ぜひぜひ皆様テグに遊びに来てください。そしてですね、先着順で50名様にはですね、特別に、これ、プラス、テグ観光協会の方からですね、これ、シティツアーの無料チケットも差し上げますので、ぜひぜひデグに遊びに来てください。本当に最後ですね。もう最後の時間になりました。今日ですね、1コースから5コースまでご一緒してくださいました。皆さんありがとうございます。今日またご一緒してくださいました。梅田先生ありがとうございます。そして、こんかみ先生、みみさんありがとうございます。もう4月からですね、もう3ヶ月間ですか?3ヶ月間、皆さん本当にご一緒してくださいまして、もう本当に嬉しい、夜の時間でした。本当に皆さん直接会えないんですけども、こうやって話もできてですね、いろいろ皆さんに紹介ができて本当に嬉しく思います。それではですね、オンラインスタンプラリーは終わりますけれども、また秋にですね、なんか面白いイベントをちょっと企画しまして、皆様と出会えるように頑張りますので、皆様も楽しみにしててください。감사합니다감사합니다감사합니다ありがとうございます。またお会いしましょう。